海蔵院は神奈川県横浜市戸塚区にある臨済宗、猿学寺派の寺院。三号は恵ぐみてる山。本尊は釈迦牟尼如来。ョ三百1363年、鎌倉猿学寺の末寺として開かれた臨済宗の寺。海山の法外公園は猿学寺の達中である大梅院の二世を務めた。大梅院は猿学寺第十五世、無双祖籍の当初である。 無重時代などを経て、戦国時代に、戸塚塾の基礎を作った地域の実力者、沢部信友により、大場委員の、雲州修康潮省を招いて中高される。沢部信友の子である古母修臣は、海造院を経て、大場委員に入り、遠学寺派の実力者として、改革を推進したと伝わる。また、豊臣秀頼の即女で、統計時の門主となった。 天衆にに禅を教示したという。晩年は当時に戻り、発生要衝として自弱した。当時の夕べの鐘の音は、とつかと価値の一つとして、入り合いの鐘の響きに磯く楽部ややくれかかるの字の旅人と読まれた。最初の盆章は現那七年増流。教法八年に沢部十字が新たな盆章を起信。同盆章は、第二次世界大戦中に教出され、現在のものは、 昭和37年祭である。平成28年に、境内地に散骨樹木草の戸塚花館の恩房園を開け園。平成29年には、天保11年以来の根本的な山門の改修を行う。その際発見された胸札から、造園は、遠学時代区公開屋の手によること、明治35年に、かやぶき屋根を鉄板武器に改修したことが明らかになった。 また、同時に行われた調査から、明治35年の改修以前に、かやぶき屋根への改修工事が行われており、造営当初は、ひわだぶき、またはこけらぶきであったことが推定された。頭抜き部分に、天保年間の部材よりも古い材が使用されている、ことも、明らかになり、天保11年以前にも、同系の山門が存在していたと考えられている。 以上の調査結果をもとに、天保年間の造営当初の形状に近い形となる銅板武器で再建した、郊外公園の座像改造委員会さん、ありがとうございます。